なんで戦ってない。どうも、エルザです。それでは、ホライゾンゼロドーンやっていきたいと思います。さて、行きましょう。サイレンスのところに戻れということで。お、そっち、いける？もう落ちるの嫌だよ。ですね。落ちて死ぬんじゃないぞ。マスターオーバーライドでも重力は消せん。おい。離しちゃダメ。しっかり持って。なんもないよね。上行こう。上には。真上か。しまった、これ合ってる、道合ってる。絶対正規じゃないと思うんだ。今のは絶対正規じゃないと思うんだよね。まあ行けたら仕方ないよね。ここにいたが。すぐに行く。何？お前と共に行動するのは終わりだ。だが去る前にお前には事のすべてを明かしておかねばな。なんだ？しばらく前に告白しただろう、エクリプスとの関わりを。だが犯した罪の全容は伝えてなかった。実のとこ私が始まりだ。私がハデスを見つけた。壊れたタイタンに囚われていたのをな。そして仕えた。何？知識を与えると約束された。想像を絶する知識を与えると。その見返りにエクリプスを与えた。教団を作り、それに従う軍務。なぜ今そんな話を？お前の成功の鍵となるからだよ。ハデスははじめ導きの塔について知りたがっていた。都ではない、塔だ。だがそれはなぜだ？塔はガイアが作ったんだろう。ガイアのどの部分だ？ミネルヴァ、そう、暗号解読モジュール。ファロの機械を停止させるためのコードを送信するために塔を作ったんだ。生物資源の変換を停止するため。信号を送信するのが狙いか。機械を起こして世界を再び蹂躙するために。そうだ、情報を総合するとそういう結論になるな。つまりエクリプスも蘇らせた機械たちも塔を手に入れるための道具に過ぎなかったってこと？そうだ。そしてハデスは再び地球から生命を消し去る。お前が止めなければな。あの塔か。ああ、じゃあハデスとの関係について全て教えて。洗いざらい全て話せ。ハデス、エクリプス、全てだ。アーロイ、話せば長くなるぞ。なら早く話せ。始まりはフォーカスだ。お前がそうだったように古の遺跡で見つけた。私のはひどく損傷していた。まさに風前の灯火だ。何週間も調べ修理を試み、そしてようやく成功した。私の目の前に全く新たな世界がその瞬間広がった。その時フォーカスが信号を拾った。何かが探し物をしていた、私のようにな。似た者同士だな。
私は送信元を追い求めた。そして見つけた恵みの森に埋もれたタイタン。で、歯です。タイタンだと思ったのか、その機械を。私は呆然とした。機械の残骸は見たことがある。例えば弔いの穴だ。だがこれは違った。まだ死んでいなかったのだ。言葉すら喋れなかった。私が声を与えるまではな。こうして知識の交換が始まったのだ。そいつはこの世界について知りたがった。部族や機械のことをな。だが特に導きの塔について知りたがっていた。ええ、導きの塔。導きの塔の何についてだ。塔の正確な場所やその周囲の地形、そして土地の支配者。一方、ハデスは古の技術について解き明かしてくれたのだ。それでさらにフォーカスを見つけることができた。やがて手元には2、30ものフォーカスが。小さな軍隊には十分だな。たった一体分だがな。どうでもよかった。私は多くを学んだのだ。物理学、数学、想像以上のことをな。なぜカージャ。じゃあシャドウカージャはなぜ巻き込まれたんだ。カージャの内紛は幸運な偶然の一致、絶好の機会だった。絶好の機会、その程度なのか。そうだ。一夜にして部族の半数は追放、聖なるメリディアンの奪還に必死だ。信仰のおかげで操るのは楽だった。ハデスを彼らの神話に現れる埋もれし影に見立てるだけ。ああそうだ、絶好の機会だ。大祭司バハバスをハデスに引き合わせた。ヘリスも同様にな。そうしてエクリプスが生まれた。聖なる都を奪還するためにな。じゃあ全部やっぱこいつなんだ。メリディアンどうでもよかった。でもハデスは都に興味はない。お前だってそうだ。この世界には崩壊した都市や部族が山ほどある。一つ増えるだけだ。それに私はハデスの要望通りのネットワークを作るのにかかりきりだった。画期的技術の挑戦だ。しかも私が設計した変更も含めたものだぞ。やつらを監視する機能か。そうだ。ハデスに仕えたのは愚かなことだったが、私はやつを信じるほど愚かではない。かつて古の時代に存在したバックドアというものを組み込んだ。全ての行動と通信を監視するための秘密の経路のことだよ。なぜ奴らを裏切った。なぜハデスを裏切ったんだ。両親からじゃないだろ。正直奴らが私の技術で古代の機械を蘇らせたのを見て不安になったのだよ。私はハデスに意図を問いただした。遅すぎだ。その通り。私の利用価値はなくなっていた。フォーカスネットワークを完成させ、ハデスから見返りを受け取りに来るよう言われた。次の瞬間、私の殺害命令が聞こえた。それ以来ずっと逃亡の身だ。私のことを知ったのはいつ。それでお前はいつ私をこれに巻き込んだんだ。オーリンと出会った時だ。システムの脅威を検出、それで興味を持った。一人のノラの少女に殺害命令だぞ。なぜハデスはそんなことを。だがフォーカスを身につけた少女を見て気づいた。しかも古代の偉大な科学者と恐ろしいほどよく似ている。すぐにヘリスが動き殺されたのかと。だがノラの山で探知した。そのお前のフォーカスを観察すればするほどお前のその素晴らしい才能に気づかされた。利用価値に。お前とならこの地球の秘密を解き明かせるだろうとな。そしてお前が目的を成し遂げられるよう力を注いだ。その後はお前も知ってるだろう。もう済んだこと。知識のためなら何でもするのか。お前は過ちの償いを十分にした。どっちもどっちなんだよな。お前はひどいことをしてきた。
だけど修復しようと努力もしてきた。帳消しになるとは言えないが、でも努力はした。誤解しないでくれ。私は何度でも同じことをする。予防対策は練るだろうが、同じことをするだろう。そうか、失敗から学んでいないんだな。やれることはした。この先は全てお前次第だ。槍を持っていけ。マスターオーバーライドをつければ差し込むことができる。あとはハデスの頭に近づいて突き刺すだけってことか。その通り。ああ、簡単だな。サイレンス、どこへ行く？ここ以外、あらゆるところへ。世界が終わる前に発見すべきことがまだまだある。じゃあこれは？ここはお前に託す。そう、初めからお前のものだったのだ。私はただの行きずりの男。なんか最後までスッキリせんな、あいつは。まあでもとりあえずこれでサイレンスとはお別れということかな。2出てくるのかね、サイレンスは。ん？こっちか。さあつけよう。レンスの槍を手に入れた。ちょいっと、あー、強化されてそのまま色が変わったね、レア度が。シグマ、RH0 オーバーライド。なんだか解放しないとね。あー、ちょっと変わってるね、青みが帯びてる。これで十分強くなるんだ、機能的には。じゃあ、迫り来る影か。アバードに知らせないと。デルバールのことがあったから都は守るはず。でも塔が、これまた飛べないんじゃ。これどうやって、絶対落ちて死ぬと思うんだよな、これ。飛び降りれる場所は、あーったあったあったあった。あ、よかった、ジャンプしなくて。ほい、もうここまで来たら最後だろうね。ちなみに、あー飛べる、よし。次はオート、こっちだね。ヤブに失礼しまーす。アーロイ、何用で参ったのだ。脅威が、ヘリスがエクリプスという狂信者の軍団を引き連れ、じきに西から攻撃してくる。イニシエの機械の軍隊を従えて。だが問題は、意識のような存在が一緒にいる。神、悪魔、機械、好きに呼べばいいが、ハデスという名で。狙いはメリディアンじゃない、導きの塔だ。もしたどり着けば、信号を送って古の機械を目覚めさせる。太刀打ちできないほどの数で、全て消し去る。
何か手を打たないと。状況を飲み込めておらぬが、私はメリディアンを守るつもりだ。アバード、狙いはメリディアンじゃない。導きの塔が危ないんだ。ヴァンガードはいかがです、陛下。よし、ならばヴァンガードを。エレンドであれば手を貸すであろう。西の尾根の守備を固めるよう警備兵に。そこなら塔があるメサの導きとメリディアンを守れるだろう。アーロイ、以前そなたに取った態度、謝罪させてほしい。エルサの件があったことで混乱していたのだ。我らが共に命を懸けて戦うのならば、そなたから許しを得てからにしたい。許すよ。二度と私とエルサを混同しなければ。王であっても失敗から学ぶ。よかった、これで問題なしだな。さて、守備を整えるには時間がいる。頼む、敵について教えてくれぬか。すべてな。すべてかはわからないけど、知ってることは教える。潔白のマーラドと話す。そうだね、まさかのね、戦った後に口説かれるっていうね王様しっかりしてくれって感じだったけど、まあ謝ってきたし、チャラにしよう。静かに。混乱は新たな敵を作るだけです。味方が新たに到着したら知らせなさい。ああ、アーロイ、尾根の守備と導きの塔の準備を進めていました。王国中に知らせを広めたところ、支持者が鋼の献上を。金のために来た者もいますが、ただ多くはあなたを名指しで。私？謙遜されるな。尾根が前線になる。そこに警備隊がいるんだな。ええ、以前お話しした非正規の兵たちですよ。かつて我らの壁を襲ったオセラムの大砲が今我らを守る。見学ならご自由に。導きの塔。導きの塔にエレンドとヴァンガードが。いかにも胸当てを押し合い、時の声を上げる練習でもしているはず。ノラ族も導きの塔に到着した。陛下との謁見は拒んでおりましたが、お任せしてよろしいかな。わかった。まだ細かいこと言ってんのかな、ノラ族はね。今は攻撃を待つしかないってことか。その通り、面白くはないでしょうな。ですが夜の見張り塔から西では動きがないと報告が。故に他にやることがあるのなら今やるといいでしょう。もしくはオーリンデルバーさんの部屋を使えるようにしておきました。眠れるならばそこで眠るといい。防衛両方確認。尾根の防衛陣地確認。導きの塔の防衛陣地確認。確認すること多いな。ああ、ちょっと待った。ああ遠いな。武器か。じゃあこっちやね。メイン。オーリンの部屋、誰もいない。寝るべきか。何かやり残したことは。んじゃ寝ましょっかね。決戦の前に急速度後戻り行くか。だからやっぱここで多分話はもう最後に向かうんだ。じゃあ行きますか。
こんな重圧を感じてどうして眠れるというんだ。ロストは一体どんな気持ちで寝てた。サイレンス、いるのか。幽霊に聞いても無駄か。伝令、西部からの知らせです。アバード様が太陽の寺院でお待ちです。がっつり寝てたね。寝れないって言ってたのはあれ嘘だな。焚き火の煙か。部隊を都の門へと進軍させてるんだろう。火の煙じゃない。ならばなんだ。終焉、それが始まりってとこが。デスブリンガーか。みんな大砲を急げ。皆の者、彼女に従え。弾は装填した。ほらみんな発射準備をしろ。あれで抑えられるのか。もうじきわかるだろう。ヴァンガードと援軍を送り出せ。アロイ、ダメだ。大砲を守るんだ。奴に殺されるぞ。今度はさせない。いわいましい小娘め。ちょっと決着つけますかい。待て、なぜ抗うのだ。死は避けられぬもの。ここで逃げるな。戦え。取れるのかね。いって受け入れろ。この己の弱さはな。ああ今で避けられるんだよね。マジで。永久の夜の。大きい。ああ。メリディアン、血で浄化されねばならぬのだ。ちょっと待った。曲が急になりだした。おお。おい、お前は。
そうっそ、それそれ外すの嘘ってしょってなるよね。あ、そうなったら、かわすよねー。バカだれ、ほなよ、マジでマジでそれバカだれよ。そんな食らわないはないわ、いくらなんでも。自業自得だ。これは運命なんかじゃない。自業自得だ。盲目に従い何人も殺した。何のために？未知の力にもてあそばれる駒のようにひざまずいて死ぬためだ。貴様、私に情けを。太陽に顔を向けろ。倒すのサクッとしてたな。似てる似てるね。そんなに。いや強すぎじゃね。まず矢効かないっていうね、よくわかんない状況になってるし。備えになる。なんか反対がいつの間にか壊れてるし、これは大変よ。回復ありがとう。多分その中にも回復が入ってる。よし、行こう行こう。いやー、爆発系持っててよかったわ。身軽でいないと。はい、行くね。よし、行こう。エリディアンよ、守り抜け。どこに行けばいい？大砲を頼む。高台だ。高台？高台。やばいね。すっごい、すっごい地味。殺せたか。さあ行こう。
当はね、なんかかっこいい音楽流れてるんだろうけど。南だ。大丈夫だね。なぜだ、なぜ持たない。だからなぜ。最高に強いよこれ。これ欲しいな。32到達、そりゃレベル64増えだわな。まさか移動しよう。いやいや、デスグリンガー倒して移動。なんで戦ってない。攻撃休め。だが油断するな。息を整えて準備を。うい。まだ来るでしょ。ウェーブ戦って感じかな。あと何ウェーブある。はーい。だからなんで。目を覚ましたか。味方が思ったより戦ってくれんからな。マジで全然ここより戦ってねえし。あいつはもしかしたらグルかもしれん。それは強いね。相手の命中精度と回転が速いもんな。見えない。攻撃一時やめ。攻撃休め。だが油断するな。息を整えて準備を。君たちもうちょっと働いてね。頑張ってよ。さあ、高台がそこの2つなんだよね。あ、ちょっとどいてくれんだ。攻撃態勢いった。
ういうことね。で移動して、あの兵隊サボってんなマジで。しろマジで頑張って攻撃してくれ。これどっけ？アーロイ、アーロイ、アーロイ。デブ。ああ、よかった、生きてた。死んだかと思ったよ。他のみんなは？いや、ほら、怪我はしてるけど生きてるよ。機械が壁を突き抜けて進んでったんだ。導きの塔へとあいつを引きずってった。みんなを頼む、デブ。もう行かないと。おお、ライフ。やっぱあれはハデスだったか。ああ、いいか。の前に、今回ここまでにしたいと思います。多分次回エンディングまで行くと思うんで、動画見てる方は、ここまでライブ見てる方は引き続きやっていきたいと思います。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまたねー。